アラビア語は様々な編集の集合である。この記事では、アラビア語が使用されている地域全体で教育のある和社に共有されている標準的な編集である現代標準アラビア語の発音を主に扱う。現代標準アラビア語は、あらゆる印刷メディアの文章、及び口頭でもニュース、演説、あらゆる種類の公式宣言で使用される。 現代標準アラビア語には28のシ音ン音素があり、強調のあるシ音ンと強調のないシ音ンとの間に、コントラストがある。ボイ音素は3つある。アラビア文字28文字は28のシ音ンに対応するが、8世紀までには、アリフはもはや正門閉鎖音ではなく、長い、A を表すようになっていた。結果として、ダイアクリティカルマークのハムザがこの音を表すために、導入された。 さらに、これらの音素のいくつかは多くの現代方言で融合し、また借用や音素分裂を通じて新しい音素も加わってきている。三つの単母音、三つの長母音、二つの二重母音がある。同じ語の中で隣接する死因によって音が部分的に条件づけられる。一般的には、例えば、A と A は、しかしながら、 母音の語舌化を支配する実際の規則はこれより、はるかに複雑なもので、現代標準アラビア語として合意された標準としては、あまり確立されておらず、何が威信のある形を構成するのかに関しては矛盾する、意見もしばしば見られる。非常に単能な現代標準アラビア語の話者で、あってさえも、母音の語舌化規則は、自分の母語である方言のものを持ち込むことがしばしばある。よって、 例えば、カイロ出身者のアラビア語では、協調シーンが、この教会の間のすべての母音に影響するが、サウジ出身の和者の中には、協調シーンに隣接する母音のみで協調する者も,もいる。一部の和者には、左方向と右方向とで母音語説化の広がりに非対称性が見られる。ベイルートで教育を受けた、パレスチナ人和者の母音語根の最後の重音説には、強制が置かれる。 定着した借用語や外国人名では、お、お、い、い、も出現する。例えば、コーカコーラ、ロージも、n、li、も、n、コラタ、ダックツー、r、ドークツー、r、ドン、お、n、トム、ベルディーか、ベルアイ、か、セクレイテ、r、など。外来語ではその語形が単語位を表すのには利用できる。 通常のガイドラインに適合しないのでしばしば自由な位置に長母音が現れる。外来語での単母音、E と O については通常のアラビア語と同様に文字としては書き表されないか、長母音の文字、もしくは、が用いられる場合がある。とは長母音、E と O を表すときには必ず用いられる。最も正当な方式においてでさえも発音は、 話者のバックグラウンドによって違いがある。とはいえ、28というシーンの数及びその大部分の音声的な性質は、アラビア語を話す地域の間で広く規則性を保っている。アラビア語は、郊外水音、咽頭音、陰等化音に取り分け飛んでいる。協調絶頂音は隣接する協調のない絶頂音にも協調の同化を引き起こす。超音部位。 図の8が南郊外、9が郊外水。郊部内郊外は8と9の中間強調シーンは絶敗が陰頭に接近した状態で発音される。9はそれぞれ K、H の強調されたものと考えることができる。アラビア語での優勢陰頭摩擦音という表現は不正確であり、アラビア語の各変種は陰頭化した正門閉鎖音を持つのであると、ティールウォールは 色のを唱えている。と、の喉頭蓋音化も報告されている。一部の話者はを、と発音する。これは、エジプトと南エメンの方言で、特に顕著である。北アフリカの多くの地域を呼びレバントでは、と、ペルシャ湾沿岸の一部地域では、J と発音する。古典アラビア語ではこれは、もしくは、であった。を含む、外来語は、もしくは、 ペルシア語文字のを用いて表される場合がある。例えば、ゴルフはともとも綴ることができる。古典気の郊外水摩擦音は、多くの方言で南郊外音もしくは後部、南郊外音となった。標準アラビア語の発音の大部分では、音素としての、L は、少数の借用語にのみ出現する。これは、神の名すなわちアンラーフ、RLAH にも出現する。ただし超音。 または単音の i の後で強調音でもないときは除く。ビズミエルラ、ビズミルラエイチ。しかしながら、イラク方言など一部の方言では、エルはより一般的であり、郊外水音がある種の環境において、エルの難航が四化した周辺段階を持つ。エルはまた、そのような方言に影響された標準アラビア語でも、 より一般的に音素としての地位を帯びるが、いずれにしても重要でない音素であることに変わりはない。さらに、L は、また協調シーンの環境において、L の4として出現する。外国語の音の P と V は、通常それぞれ B と F に書き換えられる。一部の語では、これらは元の言語と同じように、P と V として発音される。 例えば、オア、パカスタエヌ、パキスタン、オア、シックス、ラス、ベダーソリス、ウイルスなど、時折、ペルシア語の文字、P と V がこの目的に用いられる。これらの文字は、標準的なキーボードには存在しないので、単に B と F とも書かれ、例えば、と、ニュー、ファンバー、ノーバンバー、または、ノーベンビア、ノーベンバー、と、カ、プリー、S。 カプリスの両方が用いられる。これらの音の使用は重要なことではないと考えられており、アラブ人はこうした語をどちらでも発音する。加えて多くの借用語はアラビア化された。調子委員は単子委員と全く同じ発音であるが長く続く。アラビア語では調子委員はマシャドだというが、実際には強く発音するわけではなく、ただ長く発音する。 重複死音と休止の間には、挿入音のが発生する。口語的な諸編種は、特定の単語だけでなく、発音でも、標準アラビア語とは異なっている。大半、もしくは多くの方言に共通する傾向には、以下のようなものがある。口語での編種間にある際にもかかわらず、多くの和者は、標準の発音を流暢に話し理解することができ、クルアーンの朗読には、 地方差が極めて小さい。カイロのアラビア語には二次的な音素として強調心音の M と B および R 強調された R が存在する。カイロ方言ではまた歯間シーンを破裂し音に吸収させているが、これらが視察摩擦音として取り入れられている。標準アラビア語からの借用語ではこの限りではない。D をに交代させ、Q。 に非高校音化させている。古典アラビア語の二重母音、aj と o は、それぞれ e、o と発音される。標準アラビア語からの借用語では二重母音が再導入され、アイラとイライベント、イブンのような最小体を構成することもある。現代標準アラビア語以外の借用語からの二次的な音素としてもある。 イエメンのサヌアの方言などはより保守的であり、古典アラビア語の音素対立の大部分が保存されている。サヌア方言には音素があるが、これは古典アラビア語の Q に対応するものであり、依然として強調シーンとして機能している。強制のない音説では単母音はとなる場合があり、五島や母音間では T は優勢化されて D となる。 アラビア語で最も多く出現する、死因音素は、R、最も稀なものは、である。ウェアに掲載された2967-3、死因語根に基づく、28の死因の頻度分布は、以下の通りである。代名詞、前置詞、設備詞は含まれておらず、また語根そのものの出現頻度にも差があるので、この表の分布は、 実際の話し言葉での音素の出現頻度を反映しているとは限らない。とりわけ t はウェアの表では下から6番目であるが複数の非常にありふれた節字に出現する。しかしながらこの表からどの音素が他のものに比べ周辺的なものであるかを押し量ることはできる。回5つの文字は フェニキア文字から受け継いだものに追加された6つのうちの5つであることに留意。セムソゴの29の死因のうち失われたのは1つのみであり、これは S に吸収された。他の死因にもいくつか音が変化したものがあるが、示唆的なものであり続けている。元の P は何を溶かして F となりはクルアーンの時代には高外音化してもしくは 隣現代標準アラビア語では D となった。元の無精子計測面摩擦音はとなった。その強調音はアラブ人にとってアラビア語で最も一般的でない音と考えられている。最も現代的な処方ことではこの音は即音性を失い強調閉鎖音 D となっている。他の変化も起こっていた可能性がある。古典アラビア語の発音は 完全に記録が残っているわけではなく、セムソ語の音声体系のもろもろの比較研究法によって違った音化が提案されている。一例として、現代の発音では陰頭音化されている強調シーンがあり、これは8世紀には難航外音化、セムソ語では正門音化されていた可能性がある。ありがとうございます。